こんにちは、チャキチャンネルのチャキでーす。今日はですね、生理前爆食をしていきたいと思います。もうね、ここ何日か寝ても寝ても眠いし、もう化粧する気も起きないし、髪の毛もボサボサで大変申し訳ないんですけども、食欲だけはご立派なもんですよということで、時刻はね、0時37分ということでゴリゴリの夜中に撮ってるんですけども、もう爆食ってなったら肝っ玉座ってますから、時間なんて関係ありませんから、今回はセブンイレブンでね、食べたいものをたんまり買ってきたので、たんまり食べていきたいと思います。はい、ということで今回も大量祭りなんですけど、早速いただきます。炊き出しガラスープの冷やし醤油ラーメンからいただきます。できたー、美味しそう。まずこの上の野菜から食べると、ちょっとうまい。この野菜から食べることで、後から食べるものが全て0キロカロリーになると、そういうわけですね。シャキシャキ、おいしい。もう結構濃い醤油の匂いがする。いただきます。うんうんうん、なんか勝手にね、あっさりしてんだろうなっていうイメージがあったんだけど、結構匂い通り濃い口だわ。しっかり味ついてる、美味しい。しゃっこいし最高。チャーシュー、うまい。コンビニの冷やし麺、うち今年初めて食べたかもしれない。これはリピ確ですね。うちね、辛いのはダメなんだけど、胡椒好きなんですよ。で、醤油ラーメンとかも胡椒たっぷりかけるのが好きなのね。で、これも一応秘伝のスパイスみたいな、胡椒なんだろうけど、スパイスが入ってて、それも全部入れたんだけど、結構スープ自体の味が濃くて胡椒が薄まっちゃうから、追加でね、入れてもピリッとして美味しいと思います。次こちら、ツナ明太マヨネーズのおにぎりですね。上にものすごい量のごまがまぶされて、いただきます。うんふん。しかもこれ雑穀米だからめっちゃ健康的じゃない。この中にね、ツナ明太が入ってるんだけど、美味しい。うん、結構しっかり味ついてますね。ツナと明太子の組み合わせ食べたことない気がするんだけど、合うわ。合っちゃうんですね。味はでもちょっとツナの方が強いかな。プラス明太子の風味とピリッと感って感じ。雑穀米だからな。痩せないように注意しないといけませんね。で、今日ちょっと飲み物2つあるんですけど、まずうちが大好きなデカビタねと、こちらファンタの何味かわかんないらしい。一応ミステリースイーツ味って書いてるんだけど、謎のスイーツ味の正体はいかにって書いてるから、なんかのスイーツの味なんだろうね。コットンキャンディー全然わかんないわ。調べよう。え、あ、そうだったんだ。いや、でもさ、味喋ろうと思ったんだけど、これから飲む人もいるだろうから喋んない方がいいよね。ネタバレになっちゃうので、でもどうしよう、知りたい人もいるよね。概要欄に書くわ。概要欄の一番下に書いておきます。なので知りたくない人は見ないでください。次、カニ味噌醤油混ぜ飯、たらこマヨネーズ。カンジャンキジャン仕立てらしい。美味しそう。いただきます。
ちカニ味噌大好きじゃん。お寿司の中で一番好きなのがカニ味噌なので、たらこも大好きじゃん。大好きが詰まりすぎてて辛い。中には海苔とかネギも入ってる。で、味はカニの出汁に醤油みたいな、結構出汁系の出汁醤油みたいな味する。たらこまでは分かるんだけど、たらこマヨネーズまで入れちゃったら合うのかなと思ったんだけど、全然マヨネーズが邪魔してないです。全然味が喧嘩しないというか、仲良しですね。次、バゲットサンドベーコン&チーズ。チーズトロトロになりましたね。うまっ。シンプルな味なんだけど、美味しくないわけないじゃん、チーズとベーコンなんてさ。ほんでこのパンの生地はね、全粒粉入りなので、すごい香ばしいですね。でもこのベーコンがさ、あのディズニーのターキーレッグあるじゃないですか。ユニバにもあるんだけど、その味がする。燻製っぽい味がするわ。ベーコンもね、わかるかな、結構たっぷり入ってて何枚も重なってるから食べ応えありますね。おしゃれな人の朝食って感じだわ。次デカビタ。次ふんわりメロンパン。久々に食べたわメロンパン。うまっ。このメロンパンはね、サクッと系じゃなくて本当にふんわりって感じ。生地がね、しっとりしてますね。普段うちマジで米ばっかりでパンめったに食べないからさ、好きなのよ、めっちゃ好きなんだけどね。でもメロンパンとかフレンチトーストとかね、たまにね無性に食べたくなるのよ。メロンパン確かね、何日か前に見たなんかの動画で誰かが食べてたのよ。何も思い出せないんだけど、それからね、なぜかずっとメロンパンが食べたくて食べたくてしゃあなかったのよ。でもめっちゃ美味しいのよ、味はめっちゃ美味しいんだけど、うちは個人的にね、サクサクのメロンパンが好きだから、この表面がサクサクで中ふんわりみたいなメロンパンが好きだから、もうちょっとサクッと感があったら嬉しかったなって。まあでもこればかりは好みの問題ですから。このしっとりタイプの方が好きな人もいっぱいいるだろうし。次こちら焼きチョコシュー。この上の表面の部分はサクサクカリカリで、下の生地がもっちもちで中クリームたっぷり、チョコクリームたっぷりって感じで。甘いものすごい欲してたから最高ですね。
次、片揚げポテトの柚子塩レモン味。これは食べたことあるよね、確か。うちもいろいろ食べすぎて記憶が曖昧なんですけど。大好き。うん、柚子とレモンのバランスがちょうどいい。うちはね、あわよくばレモン味の方がちょっと強めがいいなって思ったんですけど、ちょっと強めですね、多分。うん、酸味が結構がっつり効いてる。これはちょっと買いだめ案件かもしれない。いや、マジで片揚げポテトのこういう期間限定系は颯爽と現れて颯爽と消えていきますからね。一瞬でいなくなっちゃうから。次、一口チーズケーキ。なんかこんな感じ、めっちゃいい匂いする。とろけました。で、口に入れた瞬間なくなるもんね、見ててね。もうないもん。口内にこうじわっと溶け込んでいきますね。なんか味もね、甘すぎないし、なんかチーズケーキの独特の酸味も効いてて、思ったより食べやすい。最後、七夕ゼリー&もっちり杏仁。じゃーん、こんな感じ。うん、七夕の味ですね。この白いのは何？この上にある白いの。うん、これも杏仁だわ。このブルーのゼリーはね、何味なんだろう、わかんない。ブルーハワイっぽい感じかな。サイダーみたいな、ソーダみたいな。杏仁がね、セブンの杏仁は最高に美味しいですから。滑らかで最高です。セブンのあのレギュラー商品の杏仁豆腐がすっごい濃厚で美味しくて、これと同じなのかな。杏仁ちょっと違う気がするけど、こっちの方がちょっと軽めな気がするな。うん、最後の一口いただきます。うん、美味しかった。なんか今日さ、面白い話とか何もせずに、ただ黙々と一生懸命食べてましたね。すいません。ごちそうさまでした。炭酸が。はい、ということで、生理前爆食動画だったんですけども、いかがでしたでしょうか。どうやらね、コンビニ爆食動画が3ヶ月ぐらい空いてたっぽくて、ちーちゃんそろそろコンビニ爆食見たいよっていうコメントがちょこちょこ来てたんですけども、うちも今回改めてね、やっぱりコンビニ爆食最高だなっていう風に感じたので、これからもまたどんどん上げていきたいと思います。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、SNS のフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。大嫌い嫌いって言っても離れないで、そんなことも分からない。